さあ審判団戻りまして、まもなく試合再開の時を告げようとしております。前半を終えましてトライスターズがワンタッチダウンワンフィールドゴールを上げ10点をリードする形で終わっております。このハーフタイムで双方ともその突破口となる打開点、特にトヨタ反撃となる糸口を見出すことはできたでしょうか。まもなくその答え合わせとなる後半戦が始まります。後半はトヨタブルファイターズのキックオフで試合再開という形になります。キックオフを務めますのはトヨタブルファイターズの23番の安田、名古屋工業大学出身のプレイヤーが務めます。トライスターズリターンに入った、リターナー18番右オープン展開しまして自陣35ヤード付近の攻撃位置を得ます。トライスターズリターナー18番は勝山でした。天理大学出身のプレイヤーです。トライスターズ自陣36ヤードからファーストダウン10。ここは愛知ナイスディフェンス、失礼しました、トヨタナイスディフェンス。ランプレー入りましたところ、トヨタ1番が見事にチャージしまして約2ヤードロスを奪っています。素晴らしい対応を決めましたがトヨタブルファイターズ1番の江口、本日チャット欄でも賑わせております。江口選手がここで活躍しております。愛知学院大学出身のルーキーです。トライスターズセカンドダウン12、ここでイエローフラッグ反則が発生しています。オフェンスの反則です。フォルススタート、不正なスタートを切りました。オフェンスチームは揃ってスタートしなければいけません。5ヤード抜体という形になりセカンドダウンやり直しとなります。トライスターズセカンドダウン17、これはナイスラン。何枠22番ハンドオフを受けまして中央突破、タックル受けながらセカンドエフォート切りまして約10ヤード近いゲインを奪っております。ここで負傷者が発生しております。負傷者発生のためレフリータイムアウトが入ります。キャリア22番は高島でした。同志社大学出身。試合再開です。トライスターズサーダウン7、
キュービーサーク。クォーターバック21番右に下がりましてパスを投じようとしましたが、このプレッシャー、ここでトヨタ63番がプレッシャーかけました。キュービーサーク、パスを投じる前に仕留めました。見事キュービーサックを果たしましたのはトヨタブルファイターズ63番の古田、名古屋工業大学出身のプレーヤーです。トライサーズフォースダウン18パントフォーメーション、トヨタリターンに入ります。スピードによって右オープンを疾走し相手陣入ったところでボールデッドとなりました。ここでイエローフラッグ、反則が発生しています。キッキングチームであったトライサーズにアンスポーツマンライフコンタクト、スポーツマンとしてふさわしくないプレーがありました。この反則は重大な反則として扱われまして、ボールデッドしました地点から15ヤードの抜体、従いましてトヨタ15ヤード前進しファーストダウンと変わります。トヨタブルーファイターズ相手陣28ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス成功、ファーストダウン。ここでクォーターバック16番プレイアクションからワイドレシーバー3番にパスを通しまして攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファーストダウン。ここで負傷者発生しているためレフェリータイムアウトが入ります。見事なパスを投じましたのはトヨタブルファイターズ16番の、花村、愛知学院大学出身、取りました選手も愛知学院大学出身の3番の江崎でした。試合再開です。トヨタブルファイターズ相手陣14ヤードからファーストダウン10。さあランプレーを投入します。何枠15番ハンドオフを託されまして右オフタックルを突破、約2ヤードゲインとしています。トヨタ15番は大崎。本日素晴らしい活躍を見せております。トヨタブルファイターズセカンドダウン8。インターセプト、ターンオーバー。ここでトヨタはパスプレーを投じましたが、そのパスを取ったのはトライサーズ2番、インターセプトにより攻守交代となります。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはトライサーズの2番のプレイヤー大畑、大阪商業大学出身のプレイヤーです。さあ厳しい状況でしたがトライサーズインターセプトにより攻撃権を奪取することに成功しました。ボールオン自陣27ヤードからトライサーズファーストダウン10。
パス成功。ここでイエローフラッグが発生しています。クォーターバック21番ワイドレシーバー18番にパスを投じましたが、ここで反則が発生しております。ディフェンスの反則です。ターゲッティング、相手選手を狙いすましてヘルメットでヒットする行為です。この反則は近年非常に危険な行為として最重要視されている反則になります。この反則はパーソナルファウルとして扱われまして、15ヤードの罰退、そしてこの反則を犯しました18番の選手はイジェクト、この試合は資格没収で退場となります。先ほどパスが成功しておりましたので、この地点からの15ヤード施工となります。現在審判団が両チームに説明に立ち寄っております。アメリカンフットボールは日々その競技の質を変化、変身、変遷を、行っており、ルール改定も行われております。危険な行為がありましたら、その都度ルールは本土アメリカでも改定が行われ、日本もそのルールの変更にのっとって行われます。言い換えますと、過去にありました戦術は現代は通用しない形にはなりますし、過去にありましたそのノウハウが現在にリバイバルして復活する形もあります。さまざまな歴史と変遷を踏まえまして、そして日々革新と変化を富んでいるこの競技、ぜひご注目ください。さあ試合再開です。トライサーズ自陣47ヤードからファーストダウン10。中央へのプレー、キャリア41番、ハンドを託されまして、見事なステップワークで約4ヤードのゲインとしています。キャリア41番は山本、手塚山大学出身のプレイヤーです。トライサーズ相手陣49ヤードからセカンドダウン6。パス成功、ファーストダウン。クォーターバック21番、左に展開したワイドレシーバー18番にパスを通しまして、攻撃権更新です。トライサーズファースター。見事なパスを投じましたのはクォーターバック21番の木田、取りましたワイドレシーバー18番は勝山でした。21番の木田は三田小生高校出身、取りました18番勝山は天理大学出身です。トライサーズファーストダウン10。
さあ中央へのランプへを展開します。キャリア41番、中央トップ図らんと密集点飛び込もうとしましたが、これはトヨタのディフェンス集まりよくノーゲインとなっています。ここでウォーターブレイクが入ります。この配信は X3 ウエスト、X2 ウエスト全19チームの合同企画によって実現しております。この企画にご賛同くださいました各企業の方々、そして各個人の方々のご寄付ご支援によりまして、この企画は実現いたしました。皆様のご厚情大変ありがとうを申し上げます。この企画は現在も募集しております。この配信の YouTube の説明概要欄にその申し込みとなるショッピングカートの URL ございます。こちらで内容の方をご確認いただき、それにご同意くださいます方々、ぜひご協力ご協賛をよろしくお願い申し上げます。この企画によりまして会場にお越しになれない方々、そして病床にあり、その会場外出すら叶わない方々にもこの試合はご覧いただくことが可能となっております。トライスターズ相手陣40ヤードからファーストダウン10。さあフルバックのダイブプレーだが、これはトヨタナイスディフェンス。最短距離を一瞬で突こうとするダイブプレーを展開しようとしましたが、これはトヨタの63番、66番、見事に対応しましてノーゲインとしています。トヨタブルタファイターズ63番は古田、名古屋工業大学出身、66番は鈴木、愛知学院大学出身。トライスターズセカンドダウン10、ボールオンは相手陣40ヤード。ここでホイッスル。トライスターズここで後半1回目のタイムアウトを取りました。セットしました相手の守備体系を見まして、用意したプレー通らずと判断しましたが、クォーターバックここでタイムアウトを入れました。起承転結の点に当たりますこの第3クォーター、互いに白熱した展開で試合を現在も進行させております。互いにそれぞれディフェンスが奮闘しておりまして、現時点ではまだこのクォーターでの得点は上がっておりません。しかしその中でトライスターズがその状況を打開図らんという状況にあります。さあこのタイムアウトでどのような作戦を講じたでしょうか。トライスターズセカンドダウン10、ボールオン相手陣40ヤード。パス不成功。ここで中に入ってきたレシーバーにパスを投じましたクォーターバック21番。しかしそのパスディフェンスカバーありまして不成功となっております。ダウン1つ失ってトライスターズサードダウンの攻撃に変わります。失礼しました、ダウン1つ失ってフォースダウンです。ダウンカウントを誤っており、ま、失礼いたしました。現在トライスターズは最後の攻撃権フォースダウンと変わっております。このパントはトヨタ陣30ヤードを超えたあたりでボールデッドとなりまして、この位置での攻守交代となります。
トヨタブルーファイターズ自陣28ヤードからの攻撃に変わります。トヨタブルーファイターズファーストダウン10。パス成功。一気に振り切る。残り20、10、エンゾーン、タッチダウン。ここでトヨタ一発が出ました。クォーターバック16番奥に走り込んだワイドレシーバー3番にパス。ワイドレシーバー3番ディフェンス振り切り、そのままキャッチし一気に独走、そのままエンドゾーン駆け込んでタッチダウン。トヨタブルーファイターズ6点を返しました。見事なタッチダウンパスを投じましたのはクォーターバック16番の高野。取りましたワイドレシーバー3番は江崎。共に愛知学院大学のホットラインが機能しました。そしてキック成功、1点追加。トヨタブルーファイターズ7点、トライサーズ10点、その差3点と詰め寄りました。さあここで一瞬の隙をつきまして、トヨタ見事にタッチダウンを上げ、状況を一気に詰め寄る緊迫した状況に持ち返しました。得点差は3点差、フィールドゴールの差だけに変わっております。その得点を挙げましたトヨタブルーファイターズのキックオフで試合再開となります。さあチープキックを蹴りまして、あわよくは自分たちが攻撃をエンドする形のキックオフを展開しました。しかしこれはトライサーズ見事に抑えまして、自陣35ヤードからの攻撃に入ります。さあタッチダウンを許しましたが、まだリードの状況にありますトライサーズ。状況打開図れるシリーズがこの攻撃で得られるでしょうか。ボールオン自陣35ヤードからの攻撃に入ります。トライサーズファーストダウン10。ナイスディフェンス。ここでランプレーを投入しましたが、それを見計らいトヨタ63番見事なチャージでこのランプレーを阻止しております。縦に走っておりましたので、最も前進していた位置までは進んだ形になっておりますが、しかしそれでも2ヤードロスです。ここで負傷者が発生したため、レフリータイムアウトが入ります。見事なタックルを決めましたのはトヨタブルーファイターズ63番の古田、名古屋工業大学出身のプレイヤーです。試合再開となります。トライサーズセカンドダウン12。パス成功。
さらに行く。ナイスゲイ、ファースト。クォーターバック21番、ここで右に降りましたワイドレシーバー18番にパス。18番、これをキャッチアンドランし、右サイドライン駆け上がって一気に前進。攻撃権更新し、ファーストダウンです。素晴らしいパスを決めましたのはクォーターバック21番の木田。取りました、ワイドレシーバー。18番は勝山でした。本日、このホットラインがうまく機能しております。トレサーズファーストダウン10。ターンオーバー。ここで痛恨のミスがトレサーズに発生しました。ラインからのボールを受ける際のエクスチェンジでミスを発生し、ボールをファンブル。そのファンブルの隙を狙いまして、トヨタブルファイターズが抑え、攻守攻撃権奪取です。ファンブルリカバーによりトヨタブルファイターズ攻撃権を得ます。さあ状況が一転してまいりました。トヨタブルファイターズさらなる得点を狙うでしょうか。自陣42ヤードの位置にあります。トヨタブルファイターズファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ここでランニング枠に通して右オープンへのランプレーを展開しました。ランニング枠28番スピードによって一瞬の隙を見て切り上がりまして、攻撃権更新です。トヨタブルファイターズファーストラン。素晴らしいランを決めましたのはトヨタブルファイターズ28番の藤野、愛知学院大学出身のプレイヤーです。失礼しました、トライデント外国語出身のプレイヤーです。とても未経験とは思えない素晴らしいランでした。トヨタブルファイターズファーストダウン10。しかし今度はトライスターズが見せた。今度は中央エンドランプレーでトッパーから落ちましたが、トライスターズディフェンスライン37番裸りまして、このランプレーを阻止しております。セカンドダウンと変わります。素晴らしいタックルをしましたのはトライスターズ37番の高岡、大阪学院大学出身。トヨタブルファイターズセカンドダウン10。今度はクォーターバックが走ります。クォーターバックに入った3番ハンドオフオプションから自ら中央を切り込みました。相手ディフェンスの一瞬の隙を突く形で約4ヤードの原因としています。クォーターバック3番は江崎、愛知学院大学出身。トヨタブルファイターズサーダウン6。ここでホイッスル。ここで第3クォーター終了となりました。第3クォーターを終えましてトヨタブルファイターズ7点、トライサーズ10点、その差3点で最終クォーター第4クォーターに移ります。